2404回始めます、2024年3月7日木曜日入ったところですね。はい、今日ももう、まだまだもうちょいあるか、はい、頑張ってます。神戸新聞からですね、はい、あ、3時52分か、まあ、あと1時間ぐらいで帰れそうですね、はい、うん、神戸新聞っていう、まあ神戸と言ったらやっぱりみたいなね、喫茶店で公然わいせつ疑いっていうことで逮捕の72歳、間違いない、ただ悪いことをしたとは思っていないっていうことで、うん、神戸らしいって言ったら神戸の方にね、思いっきり怒られそうだけど、神戸は相変わらずの平常運転だなこれ、うん、あ、今回公然わいせつ2連発ですからやっぱりね、うん、今日のメインディッシュじゃないけど、春になるとね、暖かくなってくるとこういうの多いね、うん、公然わいせつとかね、明らかに気候がね、関係してると思うよ。だんだん暖かくなってきて、昼間ね、ポカポカしてくるとやっぱ出したくなるのがね、男って。はい、今回2つ公然わいせついきますよ。まず神戸新聞からね、はい、喫茶店で下半身を露出したとして、兵庫県警なんとか署は4日公然わいせつの疑いで、72歳の男、兵庫区に住む男、無職の男、72歳逮捕したと。調べに対してズボンのチャックを開けて陰部を取り出したことに間違いありません、ただ自分では悪いことをしたとは全く思っていませんと容疑を認めていると認めている、うん、まあ陰部を取り出したんだけどチャック開けて悪いことをしたとは全く思っておらんと、うん、いいですね。神戸市中央区内の喫茶店で下半身を露出した疑い、同署によると男は一人で来店、二人掛けのテーブルの席で飲み物を飲みながらズボンのチャックを下げ陰部を露出させたと。で、居合わせた客が店員に相談し発覚、店の防犯カメラには男の様子が映っていたということで、まあこれね、私もね、いやいや公然わいせつなんだけど、なんていうかな、今までだったらね、まあなんだ、私もね、いやいやしないよと思ってたんだけど、だんだん年取ってきたらね、私もこう何ぼーっとね、一人で喫茶店でコーヒー飲んでてぼーっといろいろ考え事しながら、ね、ここが公然の場だと、公の場だとっていうの忘れてチャック開けてボロンと出したと、うん、あり得るかなっていう感じがね、私最近してきてね、うん、家とかでは私こういうことやってるからね、自然にテレビ見な、ああ言っちゃった、ちょっとブレーキかけ忘れたよ今、はい、これまあね、だからうん、私にも起こりうるかなっていう感じするんだよね。気をつけないと、ほんとぼーっとしてね、うん、今ここどこだっていうのがね、時々分かんなくなるの。私最近ね、もう年もあんのかな、もう日付とか曜日とか分かんないからね、時々、はい。で、2つ目ね、2つ目の公然わいせついきます。テレビ愛媛、近いね、神戸と愛媛、はい、ストレスの解消で点々点、未明の松山で陰部を露出、社会福祉法人の職員を逮捕ということで、愛媛県松山市の歩道で未明に陰部を露出した疑いで社会福祉法人の男が5日逮捕されました。公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、松山市に住む社会福祉法人に勤める職員の男、34歳。警察の調べによると、今年1月30日午前2時50分、いや1月30日の午前2時50分って言ったら、真夜中も真夜中じゃないですか、松山市内の歩道で陰部を露出した疑いが持たれてますと。警察は目撃者から下半身を露出した人がいたと通報を受けて捜査していました。男は仕事のストレスを解消するためにやったと容疑を認めているということで、まあこれ1月30日って言ったら松山だって相当寒いでしょ、ね、深夜だから、うん、これ松山市内のどこか分かんないけど繁華街じゃないでしょおそらく、うん、松山市内の歩道でってなってるんだけど、まあ、うん、田舎の住宅地とかだったら、まあ私もね、なんかこれ、まあ、冬
冬の深夜っていうことを考えなければ、夏とかだったらね、私もやっぱり裸で裸で誰も見られないことを前提で裸で歩きたいなっていう願望はありますよ。正直やばいこと言ってるかな私今日。なんかねこの2つ分かる、なんとなく分かるんだよね。やっぱり私も年のせいかな。この人でも34、若いね。34で若いと思うよ。出しちゃあかんよこれ。でもまあこの人公然わいせつって深夜だから、深夜2時50分だから、誰も見てないと思ったんじゃないの、気持ちよかったんじゃないの、誰も見てないね、みんな寝静まった時に陰部出してぐらっと歩って気持ちよかったっていうことだけじゃないの、わいせつな行為誰かに見せようとかそういうんじゃなかったと思うけどね。まあまあまあこの2つ、神戸の、これは神戸のやつは喫茶店でだもんね、喫茶店でね、午前8時50分だもんこれ、神戸のやつは72歳、8時5分か、8時5分ごろ、朝っぱらから陰部出しちゃダメだよこれ、明るいところでね、72歳神戸の県は、でもぼーっとしたってコーヒー飲んで、ぼーっとしてなんていうか心地よくなって思わずチャック開けちゃったのかなこれ、72歳の方は。で松山の方は深夜だからね、まあ通報するんだね、深夜でも分かるんだね、そこそこ明るいとこだったのかなこれ。でもね、まあ皆さんどうでしょうかね。私家だったらね、結構やっぱり出してますよ、出してる時ある、男の人なら分かると思うけど、子供から大人まで年寄りまで結構冬なんか寒い時なんか北海道代わりに股間あったかいから、陰部はどうしても男の場合手が伸びるよね、女の人から見てね、よく不思議に思われるよ、なんでそこ触ってんのみたいな、こういう話よく聞きますもん。いや、なんか触っちゃうんだよって話なんですよね、そのわいせつとかいやらしいとかいうのを抜きに、まず冬はあったかいっていうのがあってね、あとなんかね手が伸びるんだよねあそこにね、これまあ正直な気持ちですよ、そんなわいせつとかいやらしいとかね、そういう感覚じゃないんだよね。あとまあ私なんかこれやっちゃうとしたら、要は場所TPO を忘れちゃってね、家にいる感覚でぼーっとして考え事しながら気づいたら抜いちゃってたみたいなことがあるかもしんないね私これから、これ気をつけないと、これ厳しいような気がするよ警察で、片や深夜、片や喫茶店で、まあこれね、なんかにこう女性とかに見せつけるっていうんだったら問題だけど、陰部出しちゃったみたいなやつはちょっとね、お手柔らかにお願いしますって感じするけどね。はい、まずいでしょうかこれ。2404回、ね、まあまあまあ、こう思ってんだからしょうがないよな。終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。